しやすい服だ。今の動き、今の動き、いい、いい。Curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me.よろしくお願いします。インザハウス、インザハウス、はい、はい、今日ですね、はい、41ペックスにいらっしゃるのはちょっとババさんがね、あの会員おめでとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。みんなあのちゃんと生きてますから大丈夫。さっきからちょっと音が悪いで、なんでここにいるかというと、ちょうど今このほらちょっとこちらに来てもらっていいですか、はい、このアジライト、アジ、はい、このアジのコーナーで馬場さんがね、今日もうすでに、はい、僕あの仕事終わった後来たんですけども、はい、買ったんですよこの人。そう、今日買ってましたね、本当にね、プレキャリストとして。で馬場さんプレキャリストだもんね、はい、今までいろんなブランドの、はい、もう唯一のようにお金を使いアジライトって実はその何、あの私も実はショットショー、ラスベガスショットショーに行って初めて知ったバランスだったんですよ、はいはい、わあロゴかっこいいとか思いながら、そうですね、なんかこうあのすごいキャッチあのレグっていうんですね、はいはい、今度はあの船隊員が相手に対応してくれて、はい、でそれでこうひとしきりこう取ったわけです、はい、でやっぱりあのいろんなブランドがあって、はい、あの中にはすごい無愛想なブランドがあるわけです。だけどアジライトはすごくここなんか暖かく接してくれたんですよね、はいはい、なのでいやすごく気に入ったんだけど、じゃあこれ日本に帰ったらこの交渉してみようかなと思ったんだけど、2日目かな、はい、私後ろから追っかけてくる人がいるんですよ、うん、昨日はちょっと先生だったんで追っかけて戻ってるんですよ、いつもオンエアなんだすいません、まだ日本にも帰ってませんし、まだ演奏してますけど、うーんちょっと時間かかるかなと思って、はい、で、もしだからあのね、流したら教えてくれなくて、はいはい、教えたんです、はいはい、で教えたら、担当者があの変わって、はい、このマーケティング担当の方と、はい、ウェブ会議したんです、はいはい、でデブに話した、話した、はい、あのオンエアされて、はいはい、デブ言ってた、消えてしまいたいってすごいあのアジライトのプレートキャリーの話の前振りが長い。アジライトってのは割とこう歴史のあるメーカーで、あのまあ2000年代入ってからできたメーカーなんですけど、あのイスラエル日本拠を置いてデザインも全部あのイスラエルがやってるわけですけども、ですごいのはまあ、あれですよね、特殊部隊も含め、あとは軍関係で、さっきはあのおすみさんも2015年イスラエルで発祥してます。詳しいね、はい、だってプレキャリストですから、ね、プレキャリストか知らなかった、そこまで詳しい、はい、で、まあ、今回この K90 シリーズ、まあ、自分ちょっと購入させてもらったんですけど K19 ね、はいはいはい、で最新だとちょっと小型になるんですけど、この K0 っていうタイプの、はい、この部分が小さいですね、はい、のありますんで、そう、まあ一番大事なの心臓とか肺の部分を守る、うん、もう必要最小限という形ですね、うん、なおかつ構えやすい、そうですね、うん、はい、で特徴としてはですね、とても軽い、あ、そうです、今あのブレーキは軽いです、軽い、はい、実は僕今着てるんですよ、そうなんです、それカメラマンなんでしょ、カメラ変わろうか、はい、はい、お墨カメラでよろしくお願いします。はい、これが K19 の K19 です、なんてほう、ただの19、もう K19 ですね、 K19 ですね、 K19 やん、これあの僕初めて買ったのベル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 あのあるじゃないですか、ベロベロベロシティね、はい、はい、これのいいところ、めちゃめちゃまず軽いの、はい、ここ肩あるじゃないですか、はい、馬場さんが教えてもらったんですけど、ちゃんと構えた時に邪魔にならないようにできてて、ね、うん、要は本来この部分ってストックに、要はこの辺に良かったりして、うん、ストックに当たるんですね、うん、だからそれを極力避けるためにこれが少し上についてるんです。おお、はい、なるほどね、さすがでしょ、はい、で装着した後に調節ができるから、そうです、この部分ですね、今ちょっと丸めて余分な部分をこれ、まあ、丸めちゃってますけど、そう、末端処理と言いますけど、これを普通に引っ張って、うん、あの自分で調節することができます。アジライトは末端処理がとても綺麗、そうですね、はい、だからあの普通にプレキャリやるときって後ろ緩くするじゃん、うん、緩くしていろいろこうして自分に合ったところを決めてから着るんですけど、これ着る前で一番でかくしといてから着れるんだ、うん、すごい、そこから締められるからね。でこれのやり方もちょっと変わってて分からなかったんですけど、一回慣れちゃうと、そうです、ちゃんと間に入れるじゃないですか、これ、そう、この、そう、間に入れてはめ込むんで、うん、はい、絶対取れないじゃん、うん、そう、だからこういうことですよ、うん、お嬢ちゃんよろしいではないか、あれー来る
くるくるくるでもできるという。そうですね、やんないでね今の僕ドクドクしちゃう。 K19 が結構この浸透して、はい、であのさ、これあのショットショーで初めてこのね紹介されたのはこの K0 なんです。そうですね、 K0形はかっこいいんですよね。ただ僕ちょっと無理かな。ちょっとね、うん、これはね、あの小ぶりな形っていう、小柄な形に似合う。私なんか最高なんですけど。よくこれと。ああ、はいはいはい、はい。これはいいわ。で、これは今うちに入ってるのはこのコンベンショナルなこのベルクロタイプなんですけど、これもちろんあのこういったハマーバンドをつけることもできますね。これ簡単。あ、やっぱりおすみさんのボディの幅だとやっぱり K0 合いますね。よくさ、映画とか見てるときにさ、このプレキャで着ててさ、ここの前のところにこれついてると憧れるじゃない。あ、はいはい、俺が多分着ると、これがもうギリギリここの辺になっちゃうんで。そうだね、だからそれ俺もそうだしね、どっちかです。どうですか、この着られてない感。いや、でも、ですね、今回これ、おすみさん、うん、似合いますよ、マジで、うん、今まで着たののプレキャリーよりも本当にフィットする、うん、軽い。そうですね、軽いの。そしてこのパッドがすごいしっかりいいですよね、うん、ちゃんとこう伸びる感じ、うん、すごいしっかり。あとね、これに対応するプラカード、こっちが対応するんですけど、はい、あるわけですよ。プラカード何かと言いますとですね、こういったものなんですけど、はい、ちょっと開けちゃいましょう。で今ね、あの他の色が全部売り切れてるっていう、はい、このね、あのピンサーって言うんですかね、ピンサー。そうですね、これがいいのはですね、やっぱパンネル構造と言いまして、うん、ちょっと膨らんでるわけですよね。ですね、はい、でこれをまあ、あのちょっと端折りますけど、うん、こうやってこのモールのここに引っ掛けてですね、うん、やると固定される、ピタッと固定されるんですけど、何がすごいってもうね、マガジンが入れやすいんですよ、うん、はいはいはい、行きましょうか。出し入れしやすいって言うんですか。今の動き、今の動き、いい、いい、昔のブルー選手わ、かる、うん、これってさ、ギリギリ作られてるとあのこう探すじゃん、こうやって、はい、あと紐こうどけたりするじゃん、うん、これもうシャキーンですよ、これ、うん、で抜くのはもうほんと逆さまして抜けないぐらいですね。で、すぐ抜けちゃう、うん、今だって貼ってるだけですもんね。今貼ってるだけ、うん、本当はここ引っ掛けるんですけど、うん、本当にね、ストレスなんか入る。ちょっといいですか。いいよ、いいか、はい、いやん。多分俺のも使うはずだ。そうそう、うん、で、あのここに引っ掛けるのね、はい、本当はね、はい、そうですね、はい、はい、すげえ、うん、何の迷いもなく本当はここに引っ掛けるんですけど、はい、まあ、引っ掛かってる K で、引っ掛かってる K で、うん、はい、あ、使いやすい、うん、そうなんです。全然探さなくていいでしょ。ですね、やっぱりこうやって一回抜いたものって暖房地に入れなきゃ、これやっぱりこうね、はい、戻ってバーンですけど、うん、これの場合は本当にこうもう見ずに、あ、ノールックで、今ないや、ノールックでいらっしゃるんですよ。はい、そうですね、ノールックで入った。だから俺も個人的にはオープントップ好きなんですよ。そうですね、はい、やっぱりしかも俺今びっくりしたんですけど、これ初めて入れるじゃないですか、はい、ここの初めて入れる、初めて入れる、おはい、初めて入れる、初めて入れる、ここがすごく、はい、なんか普通にあるじゃないですか、こういうの、うんうん、でも違う違う、ここだから何言ってか分かる、うん、全く分からない。いや、要するに、うん、この作りが思ったよりもすごく考えられて、あのね、要は普通だんだんここってやれてくるんですよ。そうそうそう、そころがこのアジライトのやつに関してはこれ音でわかるかな、うん、あのちょっと樹脂構造でここがすでにもうできてるんで、うん、そうそう簡単に柔くならないんで、うん、樹脂にちゃんとこうやってあの布を塗りつけたんだよね。そうですね、で中はこの言っちゃうとベルクロのメスなんですよ。はずだ、そうですね、そうなんだ、うん、手触りがすごくいい、すごくいい。そうだから中側にないから、うん、すんなるな、さらに見てないじゃん、うん、さらにファンネルからずっとこう狭まっていくんだよね、はい、奥に向きにここですね、はい、うん、これいいわ、これだから本当にね、私今あのまだ K0 は買ってないんですけど、はいはいはい、あのティーファルコンの、まあ、なかなかいいやつなんですけど、はい、それにこれつけてます。はい、で、アジアと言い張るという、はい。でもあれ最初俺見た時あれと思いましたよ。最初気づかなかったです。そうなんです、うん、こんなアジナプラカード、うん、アジナフレントフェリア、はい、アジライトです。アジライトです。今、はい、うちに入ってるのはこの K19 と K0 なんですけども、はい、まあ、今後そのアクセサリーを含めて、はい、たくさん増やしていこうと思います、はい、もう実は発注もかけてま す、はい、僕もあの来月今日バカさんこれ買ったんですけど、うん、これバカさんなんですけど、うん、今日持って帰りますけど、うん、これ参ったな、これどっちこれ、あ、レンジャーグリーン、さあこっちのマルチカム、はいはいはい、レンジャーグリーンならまだ、あれがあるから、
あ、そう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 、はい、プラカードがあるから、うん、迷うんですよね。たまにはちょっと冒険して困る人にしちゃおうかなと思ってるんですけど、確かに。ただちょっとこっちの色は憧れてるんですよね。うんうんうん、うん、ババさんいっぱいプレキャリ持っててるんですか、はいはい、これプレキャリリストにプレキャリスぐらいなんで、うん、そろ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 、はい、私もプレキャリステスがあるリステスリスリステスリストリストですね、よくわかんないです、はい、プレキャラプレキャラぜひね、皆さんあのお試しあれって感じですね。そうですね、だから今本当に注目を浴びてるブランドなんで、うん、ぜひ41、街でにも扱ってますけど、はい、秋葉原ブランドシックショップにたっぷりご用意してますので、はい、ぜひちょっと試着して、ただ試着すると欲しくなっちゃうから要注意。そうですね、はい、あの俺のようにあのもう瞬殺で落ちちゃった、それと毒は後で効くので、ありがとうございます。ちょっと俺でやめときますって来たらでしょ、はいはい、まあ、そういうことでですね、この番組が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、I'll be back all right back all right またね、 and close the curtains cause all we need is candlelightYou and me and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.